山頂原型1、山頂原型2、山頂原型3場。入道山城は日本の城。岡山県倉敷市麻美町市場の馬入山にあった山城である。別名、馬場入道山城。馬入道山城は別名を馬場入道山城と言い,い、八代の鬼竜山城と並んで市場の馬入山城にあった城で、追記念や築城者は不明であるが、 旧三陽道や川辺の私を間近に見下ろし備中の要所を占める城としてかなりの規模のものであったと伝えられている。永正六年、室町幕府第十大将軍、足利義種の命により備中に使わされた上野信孝に伴ってきた一族の白上か春が総能豪金号を治行してこの城に入り、その着手、白上立脇が備中平乱とも言われた。 天正年中の内紛さたに加わることを避けて、この城を降りるまで二代六十四年にわたり、居城とした。その後、この城は再び利用されることはなく、廃城となり、城市は佐賀の村の管理となった。天正三年、小早川高影率いる毛利軍の鬼見城攻撃に当たり、鬼優山城に、堀田本清が、 また、馬入道山城に、獅子戸高い絵が陣を敷いたなどという説があるが、これについては、実際の立地や地形を何ら承知しないやと人が、史実に絡めて脚色した虚説であるとも言われており、事実は未章である。ありがとうございます。